もう多分あと2人ぐらいでどうする。でもない、ない、ないんだよな。でもなかったら頑張るしかない。あ、え、やばい、え、やばいんじゃないの。え、これ結構もう、結構もう、おお、なんてこっちゃねー。14番なんで引いちゃうかな。乗せるのもちょっと怖いよね。手震えてきちゃった。もう無理じゃん、もう無理じゃん、もうやばー。イークラのマル秘エピソード。え、これ1個あるんですか。ここに歯磨き粉ついてた。マルヒだね、そマルヒだよ。しかも、結構ブツが、なんか結構こあ、なんかついてたって言ったから想像したのはなんかでキュッキュッてチュッてついてるくらいかなって思ったら塊がバンってついてて、しかもなんか割と水色。そうなんですよ。口に入れる前のもうそうなんですよ、新しいやつで、ね、もうゴワってついてて、どうしたらそれがつくんだろうなと思ったことがマルヒエピソードでございます。私歯ブラシ、歯磨き粉をつけて水につけるんですよ、うん、その後に一回その水をはたくためにペッてやるんですよ、うん、それでそれでね、ダメだね。それでなんか多分ついたんだ。順番がね、違うね。でもあの歯を磨いてるよっていうプラスのこと。あ、確かに確かに確かに、ちょっと歯磨いてる、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、清潔です。いいエピソードでしたね。じゃあ、中間さん、あ、もうやってくれ、本当にお願いだから。でも結構、おお、そうだろう。ましたね、確か、あ、見てられない。怖くて見れない。倒せ、倒せ、やだ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 。おお、ありがとうございます。ああ、待ってきた。でもなんかね、やなくて。こっちかな。わあ。一回集中させてもらっていいですか。ポジション、ポジションが。でも大事よ。ちょっと真ん中行ってきましたね。ね、結構もう力ずくで、そうなんですよね、頑張る。おお、待って、ここならいけるくない？すごい。でもちょっと待って、し、見えない、こっから待って、いけ、おお、すごい、すごい、セーフ。あみちゃんよ。え、お題なしなかった、なしなわ。危ない、もう集中できた。でも多分もう倒すと思う、あみちゃんか森田。私は倒さない、りなちゃんに。結構でももう引けるとこなくない？硬いよね。やばいです、やばいね。え、一番、あ、え、来てる。やった、もうこれ多分2人倒す、どっちかで。もう回ってこない気がしますよね。めっちゃそう思う。6番、なんだろう、6番。
なく喋ってたんだろうか。あれいつだっけ。あ、恥ずかしい。自分の長所。ああ。いや、私なんだろう。なんですかね。あ、めっちゃ明るいと思います。すごく。でも家でもこんな感じなんです、正直。最初は結構ちょっと前はなんかあーってなること多かったんですけど、私今日お母さんに歯茎ひんむいて歩く余興を持って行ってきました。笑顔でね。笑顔で。すごい。ちょっと機嫌いいねって言われたから、今日も歯茎出して笑ってくからねって言ってもらってきました。だからなんか結構ポジティブなパワーは持ってるんじゃないかなって思います。はい、おもろい。てかその歯茎を出して歩くっていうこの発想が、はい、こうやってくったらってまだ出していける。ちょっとこれできますよ。はい、今日も明るく頑張りたいと思います。すごい。あーもうやだ。いや絶対絶対どっちかどっちかだよね。もう最悪だよ。うちもうさ1回変顔になっちゃったから絶対逃れたい。あーあやるよチンコちゃん。これちょっと落ちますよ。さっきからさチンコちゃん倒しそうなところまで持っていくのやめてくんない？嘘でしょ。もう絶対うちじゃん倒すの。おーえ待って、ええ自分のだ。もしかして20。えこれ倒した方がよくなかった？じゃ倒してよ今。今倒して。えやだやだ。いただきました。ありがとうございます。